恋は、魔物は、2015年結成された、日本のロックバンド。2017年にインディーズデビュー。2015年、全身バンド解散後、泉佐藤、田中博之、竹中俊介の3人によって結成。その後、竹中が脱退し、2人編成となる。2019年、田中博之が脱退し、1人編成となる。2020年1月、再始動。 これを機に、泉佐藤から佐藤泉に改名。佐藤泉は世の中に対して言いたいことなんて何一つなかったが、あり余る悲しみがあったので、それを歌いたくてこのバンドを組んだ。竹中俊介、ドクター田中博之、GT、後ろめたい私たちの国2015.08、1201、途切れる例にクレーンと、映画03、あわれ、一人は、 怖い2016.0622泉佐藤弾き語り01あなたには関係ない02終わりにしようか03ため息の海にて04愛のすれ5美しくってバカみたい06前夜新宿は君を思い出すから嫌い2017.0705タワーレコード新宿店限定シングル版01哀れ02クレーンと映画他に 好きな人ができた2017.08。0201。美しくって、バカみたい。02。友達03。あなたとの関係04。あなたには関係ない05。夜の国道にて獣を引く。君は私から逃げた方がいい2017.12。09。泉里を引き語り01。この街を燃やそうと思います02。新しい水03。彼女のそれはクラシックに似てる04。心。 新宿は君を思い出すから、嫌い2018.01、17配信限定01、あわれ02、クレーンと、映画、意図式勘違い2019.02、21、刺繍付きシングル01、君からの遭難02、忠誠心、もしも私が物書きになったら、永遠なんてない、この世界で君と2021.10、20約4人振りの EP、 配信限定01、ライト02、ダメな人03、プールサイド04、変われる05、夏服、恋は、魔物公式ウェーブサイト、恋は、魔物公式ツイッター、恋は、魔物 YouTube、恋は、魔物 Instagram、泉佐藤、ツイッター、田中広之ツイッター、田中広之 Instagram。ありがとうございます。